ラージャスターン州、ジャイサルメールのバングルショップ。バングー、またはバングは大麻製品である。インドア大陸では宗教的意義から、または嗜好品として、あるいは薬効を期待して、食べ物や飲み物に混ぜる形で伝統的に用いられている。インドア大陸ではバングーは、名帝を模様させる目的で何世紀にもわたり、使用されてきた。 インドやネパールでは例えばホーリーやシュバラトリといったヒンドゥー教の祭りにおいてバングーが配られ人々が摂取する様子を目にすることができる。インドではバングーの文化はベーダ時代から存在しており北インドの文化においては不可分の要素である。サドゥはより深い瞑想を得るためにバングーを用いサマーディを達成する。バングー、タイマはスーフィーの間でも 精神的広告へ至るために補助的に用いられている。1596年、オランダの商人リンス法典は、旅の記録の中で、バングーについて3ページを割いて記述している。その中で彼は、エジプトのハシシ、トルコのボザ、同じくトルコのベルナビ、アラビアのブルジュといった形で同様に消費されて、いるとも記述している。歴史家のリチャード・ディブンポート・ハインズは、 最初にバングーを体験した西洋人はイギリスの商人トーマス・ボーリーであるとしている。バングードリンクを作る過程。インドアタ陸リクではどこのガートにもバングーを作っている人々を目にすることができる。薄とキネを持ち、大麻の花と葉をすりつぶしてペースト状にする。そこにミルク、ギー、スパイスが加えられる。このペーストを短大に加えるとバング短大。 バングラシーなどと呼ばれ、アルコール代わりに引用される。あるいはバングーにギーと砂糖を加え春場として、またはゴリーと呼ばれるキャンディとして用いられることもある。バングーはインドア大陸においては、不可分のものとして、文化、伝統に組み込まれている。インドの農村部では、大麻は薬効を持つ植物として受け入れられている。正しく服用することで、赤リ日射病に効果があり、 解熱、短切り作用が期待でき、消化、食欲を促し、さらには言語障害や高音障害にも効果があり、注意力が増すと考えられている。ありがとうございます。